どうもそこは奥チャンネルだー。今回なんですけども1155回ミニロトの解説&新攻略法の解説やっていきたいと思います。はい、今回なんですけどもミニロト1155回ということで、前回ですね大阪抽選でそれでも当選を取ったこの新攻略法、こちらのねお話非常にそしてですね、まあやっぱり2回連続で当たれば本物だね、3回連続で当たれば本物だねというふうに思っておりますので、個人的に名前を付けるならば当選力を爆上げする方法というふうに今日はね銘打っておりますが、まあ、前回当たったので今回も当たればまあ本当にそうなるよねっていうところで、名前だけ付けるのは勝手だよねっていうところになっております。では早速ですね動画解説でやっていきたいと思います。作戦金はい、では行きましょう。ミニロト1155回に向けての解説でございますね。まずは出現ランキングですね。100もう60何回か分かんないぐらいのね、もうとにかく積み上がったデータなんですけども、こちらの方ですね解説していきたいと思います。出現ランキングトップ5、こちらやっていきたいと思います。まずはこちらですね。はい、まず1列目2が30回、1が22回、3が20回、7が16回、5が14回ということですね。2列目81012が13回、13が12回、41819が9回、611が8回、91617が7回ですね。で、3列目なんですけども14が17回、19が14回、21が13回、20が12回、16が11回となっております。そして4列目なんです、23が18回、24、27が13回、21、25が12回、19、28が11回、26が10回ですね。5列目なんですけども31が27回、29が23回、30が21回、27が20回、26、28が15回となっております。そう、ここで毎回言いますが、はっきり言っておきます。2列目もう諦めてください。予想しないでください。そう、なぜならばトップ5、ね、ここで見ても同列順位を含めて数値が何個あるか皆さん分かってますが、ね、14個もあるんだぜというところでございますよ。で、14個ってだって普通に考えたら、1から31、31個あるだから14個もあるってことはもう半分近くあるんですよ、トップ5でね、今まで出た中でね。だから2列目は皆様もう捨てた方がいいです。そう、まあ捨てるというと言い方が悪いんですが、できるだけもう読まない、他の4桁で攻めていこうよと。じゃあ4桁だったら何等なんですかね、まあ、3等ぐらいしか取れないよねっていうなるんですけど、まあ2列目に関しましては正直読めない、もうこれはもう変わらないので、だからラッキーでいいんじゃないですか。あんまり読みすぎると疲れるし、ね、読んだ結果ね、いろんなデータを駆使して読んだ結果外れちゃう、だったらもう諦めた方が気が楽よ。他の1列、3列、4列、5列目、これにね注力進むっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。で、一方でですよ、1列目3列目、まあこれに関しましては5個5個なので、まあそれで言うと、まあ決まった数字が出やすい傾向があるんじゃないかなっていうところでございますね。で、いきましょう。出現ランキングアンダー5ですね。さっきのトップ5っていうのがトップ10の上の5位で、今から言うのが下の5位でございますね。いきましょう、こちらでございます。はい、まず、1列目4が13回、9が9回、6811が6回、121314が4回、10が3回ですね。で、2列目なんですけども714が5回、15が4回、23が3回、202224が2回、25が1回ですね。3列目なんですけど1117が10回、1323が9回、818が6回、122022が5回、461025が4回でございますね。で、4列目なんですけども22が9回、1629が8回、1720が6回、1415が5回、111830が3回ですね。5列目25が11回、23が7回、24が6回、22が5回、18が4回となっております。で一応ここのアンダー5を見ると最も多い数字で言うとどこなんだ、3列目でございますね。3列目多いですね。13個も数字がいる。で総合的に見るとなんですけど、2列目3列目これがまあ非常に数字が多いエリアになりますので、まあそれをねどう考えていくかですよ。こんだけの多い中の数字を選び抜いていく、予想するのか、はたまた意外のところを読み切るか。これまあさっきも言ったのとほとんど同じなんですけども、2列目まずトップ5が多いということはよくよく考えると、やっぱり出現している上位の数字っていうのは、非常に多い状態で、一方で3列目に関しては上位は少ないんだけども下位が多いということは、2列目3列目総合的に見ると非常に数字が番号が多い状態になりますので、読み切ることは非常に不可能に近いということでもあります。だからあんまりここに注力注ぐんだったら、じゃあね1列目4列目5列目ここだけでも読み切ることができたとすれば4等は取れるわけじゃないですか。だから4等を目指す気持ちで読んでいって、2列目3列目でうまいこと取れたよねっていう運の要素も非常に必要。だから宝くじなんですよね。宝くじっていうのは、まあ、個人的な持論なんですけども、やっぱり運の要素は非常に重要だと思っているので、ここをね皆さんどう考えるか、そして2列目3列目予想するの予想しないのどうすんのっていうのが非常に重要になってくると僕は思っております。はい。であとまた一応なんですけども、4列目これアンダー5の中では10個ということで、非常にここもまだ数字多い。だから一番選びやすいのどこなんだい、1列目5列目になってしまうということなんですよね。はい、では行きましょう。出現ランキングトップ10ですね。各、列別の傾向、これを見ていきたいなと思います。列別の傾向というのは、要は1の桁10の桁20の桁はたまた30の桁どれが一番出現しているんだいということを、深掘りしたデータになっております。それがこちらですね。はい。まず1列目14個中1の桁が9個10の桁が5個、2列目23個中1の桁が8個10の桁が10個20の桁が5個、3列目18個中、1の桁が3個10の桁が9個20の桁が6個、4列目17個中10の桁が7個20の桁が10個30の桁が1個、5列目、11個中ですね10の桁が1個20の桁が8個30の桁が2個となっております。ここから何が分かるんですかっていう話なんですけども、基本の型ですね。ミニロトというのはまあ、ある程度難しいと言われておりますが、でも、もういろんなデータから算出できる傾向というのがあります。それがまず基本の型1、10、10、20、20。これもう僕ずっと言ってますよね。なんだったら前回これで出た感じなんですよね。で、一応これとまた別で直近の変動ですね。最近出る可能性高いよね。これ以外もっていうのがあるのが、それがこちら。11202020ということで、やっぱりね20番台は最近注目株であるのは間違いないっていうね感じなんですけども、まあ、かといってじゃあ30番も出るじゃん。で確かに出ますよ。出るんですが30番の傾向があって、31が5列目30が4列目っていう風になっちゃうわけじゃないですか、普通に両方出たとすれば。でも30番の4列目これ非常に少ない出現確率になっておりますので、皆さんこれで分かりますね。30番と31番はべっこり考える、もしくは30番を4列目に持ってくるのはやめた方がいい。なぜなら出現する確率が非常に少ない。だから30、31の布陣これはないと思って大丈夫と思っております。はい、では行きましょう。出現ランキングトップ10から見る奇数偶数割合でございます。それがこちらでございます。はい、奇数偶数割合、奇数偶数偶数奇数奇数ということで、奇数3つの偶数2つ。なんかオーソドックスな、ね、定番的な感じではありますが、まず、1列目が、奇数によって33、奇数が33強い。で、2列目偶数が3つ強い、3列目偶数が1つ強い、4列目奇数が19個強い、5列目、奇数が31個強いという風な形になっておりますが、奇数ねやっぱり持ち返してきたんですが、やはりですよ、前回ね言いましたね、3列目多分ここ次来るよ、これ来るよ、バランス崩してくるよ、まあもちろんそうなるんですが、まあ、同一だったものが偶数の出現によって偶数が強くなっているということはですよ、皆さん今回3列目奇数来るんじゃないか。そう、なぜならばここ結構切磋琢磨した均衡状態だから。そうだから前回偶数だったら今回奇数来るんじゃない、奇数ってなったら絞れるんじゃないっていうところでございますね。まあだからそれで言うと、まあ必ずしも約束されたわけではないんですが、まあ、ある意味ここは非常に面白いところであるということでございますね。では行きましょう。トレンド数字ですね。10回出現のもの、これを見ていこうじゃないかということで、まずは出現傾向、こちらでございますね。まあ、最近の出現傾向ね、まあなんとなく滑らかな感じ。だいたい3色は出るんですけども、2色しか出ない時もあるよねということで、色別で、桁で分けておりますので、それを参照にしていただけたらいいんじゃないかなと思っておりますが、まあもう4つ出現なんていうことで、ね、ほんとなくなりましたね。昔は結構あったんですけども、最近なくなった。ただでもこれはいつ来るかわからないよっていう状態ではあるので、そこだけ皆さんご認識いただけたらいいんじゃないかなと思っております。はい、でこれをグラフ化したのがこちら、そして文字起こしたのがこちらですね。はい、トレンド数字10回出現のものなんですが、まず1列目1が2回、2、4、5、6、9、11、14、17が1回、2列目10、12が2回、3、4、8、14、18が1回、3列目14が2回、6、11、12、13、20、21、23、27が1回、4列目15、27、29が2回、21、23、28、30が1回、5列目29、30、31が2回、そして19、20、24、27が1回でございますね。3回出現のもね、ほんとなくなっちゃったんですよね。これめちゃくちゃ不思議だなと思っていて、まあ結構前までは4回出現はほとんどないよね、でも3回まではあるよねっていう状態だったんですが、2回出現の方が今ね現在多いというね状態でございますよ。で、本当に、まあ、さっきも言いましたが、4回出現なくなっているので、現在、まあ、最大で、まあ、3回出現と考えると、この数字からは、間引けないんですよね。これ結構辛いよね。例えば4回出現なんか出ましたってなったら、あ、じゃあこれ次回ないね、5回はないねっていうことで、間引くことができるんですけど、できない。3回だったらまだ、3回もないから。今3回だんだんできつつあるんですけど、ない2回しかないから、これ間引きにくいので非常にちょっと辛い感じではありますね。10回出現トレンド数字の奇数偶数割合、こちらをね見ていきたいと思います。こちらでございます。トレンド数字の奇数偶数割合です。奇数偶数同一奇数奇数というトレンドも奇数優勢でございますね。現在は奇数が優勢となっておりますが、奇数が3つ、偶数が1つ、そして同一が1つということで、まあ同一ありきの奇数優勢はまあ奇数優勢だよねという風になりますが、まあトレンドでは現在、4列目5列目こちらで奇数で揃っているということなんですけども、まあ、個人的にはやっぱり3列目のこう同一ね、どっち来るんだいという感じですよね。ここ非常に個人的に楽しみにしております。では行きましょう。変化法から見る出現様相でございますね。前回の統制番号から参考にした変化法なんですけども、まずは前回の統制番号こちらでございます。9、10、12、21、24、ボーナス27となっておりますが、一応こちらから導き出せる番号というのはこちらでございます。はい。で、こちらから、同一のね、重複している番号を省いたものがこちらになってますね。1、2、4、7、8、9、10、11、13、12、14、17、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30、31ということで、一応ちょっと今回は、数字多めだよねという感じではありますが、まあでもなんか個人的に気になってんなっていうのが30、31両方出てるでしょ。これの時なんか30出る傾向強いんじゃないかなっていうのちょっと肌感でね感じておりますので、結構個人的にはまあこの変化をなんじゃかんじゃ僕は信頼しておりますので、今回もここはここで期待しております。では行きましょう。最後ですね、エリア購入法網2、名前はこれ一応仮とさせていただきますが、一応それどういった買い方なの、前回当選した買い方どんな買い方なの、それがこちらでございますよね。グループ分けさせていただきます。1から31ある中のまず1個だけ削除します。はい、まあ僕は基本的に15を削除するんですが、そうなると30個になるということは15、15のグループを組める。それを AB グループで組みます。で A15 個 B15 個ということで2グループですね。でここで A グループでまず15区ありますが、一応9口で B グループも同じく9口で合計数字18口購入する購入法となっておりますね。で、一応この表ですね、見ていただいていれば分かると思うんですが、まず1口から6口色分け通り買いましょうねということですよ。要はとにかく番号を横に並べちゃって、で、まず1番目から5番目で2個飛ばして3個目から、また5個っていう形でこうね階段方式に買っていくんですが、で7口から9口のこの3口ね、3口に関しましてはちょっとランダム枠ということで、できるだけこの階段のように買った中を絡んでない数字たちを組み合わせていくのが一番効率がいいのが間違いありません。で一応この買い方に関しましてはやはり、要は A グループ B グループに、分けるんですが、まず分け方のコツがございます。でそれがこちら、はい、奇数偶数だけのグループを作るのはやめましょうねと。で次が30と31は分けましょうね。で、前回の当選番号に関しましてはそのまま1グループA でも B でもどっちでも結構でそれに入れる。これが分け方のコツですね。まあ、30、31を、分けましょうねっていうのはさっきの解説させていただいているので、それはまあ分かると思います。で、あと一番重要な並べ方。ね、番号の並べ方ね。これが重要なんですが、すべての数字、15個すべての数字を、数字順に並べてはいけませんよということですね。要は123456789101112131415と分けてしまうとね、階段で買う意味がなくなっちゃうじゃないですかというところなんですよ。まあここを気をつけて買っていけばいいんじゃないかなと個人的には思っております。はい、ということで1155回に向けての解説と、まあ、当選確率を爆上げする購入法、こちらのですね解説させていただいたわけなんですが、ミニロトっていうのは非常に難しくて、まあ正直いきなり1等取れるとかいきなり2等取れるとか、もう皆さんこれ初めてやる方は捨ててください。その気持ち捨ててください。まずは4等取ろうで、その次3等取ろうでという感じで段階を踏んでいかないと正直当たらないと思っておりまして、まあ本当ね、とんでもない強運をつかんでいきなり1等だのいきなり2等だのっていうね、当選する方もいらっしゃいますが、まあ、それはそれですよ。そんな方は非常に稀でございますね。まあ地道にコツコツとやっていく方がいいんですが、まあ、やはり、当たりやすい買い方当たりにくい買い方っていうのがあるので、まあ、そのあたりね、取捨選択して皆さんですね、自分に合った買い方、そして当たらないんだったらまあ一回これをやってみようぜっていうぐらいの気持ちで挑んでいく方が、まあ、心も休まるし確率も上がるよねっていう話になると思います。はい、ということでですね、まあとはいえ私もまだ1等2等は取ったことはございませんが、3等4等まではねもうきっちり抑えておりますので、ぜひ、今回この新攻略法まだ2回目でございますが、まずはダブル当選ね、2回連続で当選しちゃったよという枠を取りたいなと思っておりますね。今回も非常に楽しみにしております。では明日の当選結果でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。